こんばんは、岩立です。今日取り上げてみたいニュースはこちらです。え小室圭氏強行結婚え、皇室離れの危機というタイトルにさせていただきました。えニュースとしてはですね、2つ記事を、えー、取り上げたいと思いますが、まあ、再びになりますけれども、この問題をですね、取り上げると、なぜですね、政治学者が、 個人のですね、結婚の問題について、とやかく言うんだというようなご意見をいただきます。しかしですね、これを何度も繰り返してますけれども、この問題は、えー、その、アイドルとアイドルが結婚するとかですね、そういった芸能人と芸能人、野球選手とですね、誰か芸能人が結婚するといった次元の問題ではなくて、で、この次元の問題なら私はですね、何の興味もないんですよ、はっきり申し上げて。で,ではなくてですね、私が思うに、この問題は、 今の日本の最大の危機であるというふうに思うんですね。それは、えー、皇室と国民との間のですね、 中退というふうに何回も申しますけれども、この、何ていうか、つながりですね。このつながりの部分がですね、今、どん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 弱く細くなってしまっているのではないかというふうに思ってるんです。で、それの決定的な事柄になりかねないというふうに思ってるので、この問題について私は取り上げております。ですから、ゴシップだとかそういうことを求める方はですね、別にこのご覧いただかなくて結構なんですけれども、私は、少なくとも私の意識としてですね、 これをゴシップとして取り扱っているつもりは全くないですね。これは我々の日本国民として最大限考えなければならない問題だというふうに強く認識するがゆえにですね、この問題について言及せざるを得ないと思います。私もですね、当初ですね、 やはり大変恐れ多いことであるというふうに思っておりまして、えー、言及するのはですね、なるべく避けたいというふうに思っておりました。しかしですね、やはりあの A4 の28枚のやつをですね、えー、読いたしまして、これはね、やっぱり誰かが声を上げなくちゃいけない問題だと。えー、もしかしたらですね、まあそうならなかったけども、もしかしたらこの A428 枚のが出たことによって、 国民はですね、これでもういいんじゃないかと。要するにもうそれだけ書いてるんならいいだろうと。中身読むこともせずにですね、そんなことになってしまったら大変だと思ったんですね。で、これを精読して、彼の主張とですね、他のものをですね、付き合わせてみると、おかしな点がいっぱいあるわけですよ。なのにそれについてですね、えきちんと言わないまま、 え、強行的にですね、結婚が行われるということになったら、それは後になって国民が知ったらですね、裏切られたというようなことになってしまっては大変だというふうに思って私はその時を機にですね、やっぱもうこれは発信していくしかないだろうというふうに思って発言することにいたしました。今後もですね、この問題は私は重要な問題だと思いますから取り上げていきたいと思います。これはですね、 安全保障の問題も大事な問題なんです。で、ですから私は安全保障の問題もかなり取り上げてます。しかし、日本国民であるということを考えてみたときにですね、何が一番大事なのかということを考えてみると、これはですね、日本にあって世界にないもの、世界の他の国々にないもの、それは何なのかと言ったら、皇室ですよ。 これは天皇ですね。だから、我が国のですね、日本国憲法は、これ GHQ によって強制された憲法ではあるけれども、この中において、一条はですね、皇室から始まるわけです。一条から八条まで皇室があるわけです。昔ですね、立憲民主党の辻本さんがですね、ご著書の中で、私は改憲論者だと書いたことあるんですね。で、私はなんか、ご憲論者だと思われてるのかもしれないけど、改憲論者だと。一条から八条までなくして、天皇というものをなくしちゃえばいいと。 天皇っていうのは、あの、佐藤のですね、家元とかね、ああいう形で、えー、好きな人だけが、こう、尊敬していればいい存在であって、国民の象徴であるのは反対であると。こういう議論をね、えー、本で書いたことあります。まあ、その後自分でね、えー、こう、訂正されてるけれども、彼女自身はそういうことを考えていたわけです。まあ、だから、五権派だと思われてる彼女からしてもですね、一条から八条っていうのは、 けしからんと思って。だから日本共産党もですね、1条から8条については、これはですね、ネガティブな感情を持ってるわけですよ。だって自分たちは、この民主主義が発達していくとですね、必ず天皇というものと国民主権とのは合わないと。だから国民は必ず天皇というものをですね、皇室というものをなくしていくだろうと。それまで待つと。また,たね、このね、偉そうな言い方もね、腹立つんですけどね。つまり国民のね、知能指数が低いと。だからまだ成熟してないと。 我々日本共産党はもうずっと成熟してるんだと、ああいうふうにね、言ってるわけです。私に言わせたらですね、成熟してるんじゃなくて、腐ってるだけじゃないかというふうに思うんですけれども、自分たちは成熟してると、まあこういうふうに言ってるわけです。ですから私はこの問題を取り上げてまいりたいと思います。で、まずですね、こちらなんですけど、強行結婚についてというのはですね、これは、トースポっていうのに書いてありましたけど、これネットで見たんですけれども、で、これはですね、まあ、あの、 ここで書いてあることっていう事態はですね、そう大したことは書いてないんですね。えー、例えば、栄養28枚の紙を出して、で、その名誉の問題であると言って、なんかお金の解決はしないと。 いうことを言っておきながら、たった4日後にですね、えー、その解決金を払うと言って、ガラッと変わったと、軌道修正したということなんですね。恐ろしいなというふうに思うのはですね、ここの部分なんですね。まずですね、記事は国民総保護者、小室圭さん10月結婚、強行で宮内庁を恐れる皇室離れということなんですけれども、一番ですね、驚くのはですね、小室さんは10月結婚に向けて準備を進めている。 小室さんは順調に行けば5月にアメリカのロースクールを卒業し、7月にニューヨーク州の司法試験を受験。その結果が10月に出ることから、その時期に眞子さまを迎えに行くつもりなのだという。で、宮内庁の内部関係者によるとですよ、ここがね、恐ろしいと思うんです。実は宮内庁も2人の結婚を後押ししている。ぶっちゃけた話をすると、早く結婚していただいて、一連の騒動に区切りをつけたい。皇室に関する仕事が他にも膨大にありますからね。 とかいうね、無責任なコメントが載ってるんですよ。まあ、これがね、スポーツ新聞、ね、のことをね、お前そんな真面目に取り上げることないだろうというふうに思われるかもしれないけど、でもね、考えてみるとですね、うん、この線はですね、全く否定できるかっていうとそうでもないですよね。だってね、まあ、今までずっとあの、言わなかったのに、急にここに来てですね、A428 枚を発表したわけです。で、A428 枚発表して、それ国民が、 あいくらなんでもですよあ。これ、あの、国民が納得できないというところまで行ったら、もう少しですね、普通だったら A420 枚、8枚書いたんならですね、で、それで全てだというふうに思ったら、もうちょっと沈黙を守ると思うんですね。ところがですね、4日後にこれをいきなり軌道修正するということは、何か焦ってるというふうにしか見えないわけですよね。なぜこんな焦ってるのか。まあ、あの、側面するところによれば、30歳までにマコ内春道殿下がですね、結婚したいという意向があると。 ということで。で、さらにこの状況を考えてみるとですね、要するに、え、宮内庁としてはですね、もうこれで、さっさとこの問題を終わらせちゃいたいと、結婚してもらって、と。 こんな無責任なことはね、もし本当に宮内庁が考えているとしたらですね、大問題だと私は思いますね。でも、そうやって考えてみるとですね、思い当たる節ありませんかあのね、A428 枚が出てきた時にですよ、宮内庁の長官はね、これを称賛したわけですよ。あ、これで事情がよく分かったと。えというふうに思いましたよね。でそれ、そこだけ見てたらね、だから私思うんですけどね、 昭和の時代にね、テレビ全盛期で、YouTube もない、インターネットもない時代だったらね、あの、小室圭氏が A428 枚の文書をね、発表しました。これを受けて、え宮内庁長官もね、よくできた文書だと絶賛しました。みたいなニュースだけは流れていたらですね、みんな、へえああ、やっぱりなんか我々の誤解だったのか、結婚した方がいいね、早くでき,できた方がいいんじゃないなんていうふうに考えてるかもしれないけれども、A428 枚、今、簡単に手に入る時代になりました。え、そしてですね、 その、うん、事実をですね、自分の中で頭の中で比較することもできるわけですよ。で、さらにそれと、宮内庁長官の発言を比べてみると、どう考えてみても宮内庁の、うん、長官の発言はですね、うん、まともなものとは思えない。要するに、何かの目的があって、そんなことを言ってるんじゃないかな、というふうに思う。つまり文章を巨心短海に読んでみて、 出てきた言葉ではなくて、その言葉を言うことに最初に目的があってですね。で、それに向かって喋ってるような気がするわけですよ。でそうやって考えてみると、この問題っていうのはですね、えまだまだ根深いというふうに思うんですね。でも、その根深さの根底にあるのはですね、ここの、え急いで結婚をしたいというふうに考えている二人と、早く結婚させることによって、もう問題はなかったと。もう、もう関係ありませんと。 いうふうにしてしまいたい、宮内庁だと考えてみるとですね、まあこれ実に辻褄が合ってくるというふうに思うんですね。だからこれは、あの、恐ろしいことになりかねない。つまり、国民は全く納得しませんからね、こんなことでやっても。宮内庁は自分の責任はもう関係ありません、というふうに思って、その、小室啓子、あるいはですね、まかないしの殿下としては、結婚できてよかったというふうに思われるのかもしれないけど、国民としては、本当にそんなのでいいのかよ、という、取り残されてるね、感じがするんではないでしょうか。そうやって考えてみるとです、ね ですね。国民をね、不在のままにしておいて、宮内庁がね、暴走してるとしたら、宮内庁の責任は重大であるというふうに言わざるを得ないということ。これがですね、まず、この結婚について思うことなんです。で、私が考えていた、この皇室離れという表現がいいのかどうかわかりませんけれども、私の言葉で言うと、 国民と皇室との間の中体がですね、薄れていく、弱まっていくということなんですけれども、あるいは最後はですね、バラバラになってしまうということなんですね。これが日本にとっては一番の危機だというふうに思ってるんですが、今回のね、こういう報道があることによってですね、そういうことを言い始める人がいないだろうか。要するに、もう皇室なんて時代遅れだよ、というようなね、ことを言い出す人たちが出てくるんじゃないかと。 いうふうに思って、私はですね、まあ、チェックしてたわけです。で出てきました。これはですね、あえらと、朝日新聞もね、えー、系列ですけど、えー、こんなあ音を言ってますね。小室さん文書問題を上皇様の同級生が嘆く。皇室の時代は終わった。とんと、上皇陛下のですね、ご友人が何をおっしゃってるんだろうかと、どういうふうに思います。ちょっと読んでみたいと思いますね。 柴田り太郎が坂の上の雲で描いた陸軍情報将校、赤し元次郎の孫であり、上皇様、ちょっとこれ記事のままですからね、の同級生として知られる赤石元次氏、87歳。学習院の幼稚園で秋人新郎に出会い、80年以上の歳月が過ぎた。戦時下では、えー、秋人皇太子とともに日光で疎開生活を送り、高等下ではともに馬術部で青春を過ごした。皇室を見守り続けてきた赤石さんは、 マコ様と小室圭さんの結婚問題に何を思ったのかということで、まあこれリード文ですよ。 まあ、皆さんご存知の通りですね、この赤石さんというのはですね、赤師元次郎というのはですね、まあ、あの、諜報活動、まあ、簡単に言えばスパイとしてですね、ロシアに行って、実はですね、ロシア革命の時に、ソ連の、レーニンの方にですね、お金をボン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 ね、渡して、で、この国内をですね、こうなんか創上状態にですね、こう、作り上げるという、まあ、こういう活動を行った日本の将校でして、まあ、優秀な方だったというふうに思いますけれども、そのお孫さんだと、 ということなんですねで、えー、冒頭こんなこと書いてるんですよ。もう生まれながらにして特権的な身分を持つ王室や皇室が存在できる時代は終わったのでしょう。それどころかもう取り返しのつかないところまで来ている。眞子さまの結婚問題を通じて私はそう感じました。えまずね言葉遣いを覚えておきましょう。特権的な身分を持つ王室や皇室が存在できる時代は終わった。 私はね、ここにね、えー、非常に、あの、なんていうのかな、旧マルクス的なね、えー、匂いを感じるわけですよ。ね、特権階級であると。これ、まず一つ覚えておきましょう。特権と。で、えー、それがね、存在できる時代は終わった。つまり、時代の流れの中で取り残されてると。 まあいうことなんですよね。ここからね、見えてくるのは私はね、進歩主義だと思うんですよね。で、この進歩主義的な観点がこの方にあるんじゃないのかなと。ちょっと、この、この二つのね、あの、観点からですね、見ていきたいというふうに思うんです。で特権階級を憎むですね、進歩主義的な背景があるんじゃないか。背景というか思想背景ですよ。があるんじゃなかろうかというふうに思うんですね。 で、えー、でもこの方はですね、まあ別に、え、その、ここでこういうふうに言ってるけれども、えー、国民の幸せを祈り、世界の平和を,を,を願う。それが皇室の人間の大切な務めであるはずだった。終戦から間もなく、えー、例えばですね、小泉晋三という,う、慶応大学の、えー、塾長ですかね、えー、慶応は塾長、総長じゃない、塾長をですね、えー、務めていた小泉晋三という方がですね、えー、この、上皇陛下の、 教育を担当されてたんですね。昭和天皇の教育を担当してたのが杉浦重工ですね。で、そういった、まあ、歴代天皇陛下にですね、まあ、そういった方々が、教育係としてついておるわけです。で、その中に小泉晋三という人がいて、小泉晋三と言ったら経済学者でしてね。 で、彼は反共の経済学者でして、共産主義批判の常識なんていう本も書いていることでも知られます。また私は彼の本の中でですね、最もですね、好きなのは、自分の息子さんがね、あの、大東亜戦争で亡くなっておられるんですよ。えー、海軍主権隊、えー、だとかな、小泉新吉という本がありまして、ちょっと待ってくださいね、ここにあるとこれですね、 海軍主継隊小泉慎造、あ、新基地とああいうのがあって、小泉慎造、あだから息子さんなんですけど、これ実はですね、息子さん亡くなってるんですよね。で、このね、息子さんがね、あの、昔から海軍が好きだったということで、出世。 した時に大東戦争にですね、えー、ことを書いてる。このね、本はね、まあ、悲しい本なんですよ。亡くなってしまうから。だけどね、この、えー、ご家族に残してくれてるですね、手紙と明るいやりとりがね、印象的なんですが、でもね、私がやっぱり感動したのはですね、えー、自分がですね、出世することになります、ということをですね、えー、昭和16年12月8日にですね、えー、まあ、言うと。 言ったときにね、小泉慎三、えー、さんが、えー、息子に対して、えーえー、当てた手紙っていうのが残ってるんですね。えー、君の出生に、えー、こうこう出生に当たってね、い、え、う、ー、のをと、えー、いうことで言ってます我。我々両親は完全に君に満足し、君を我,我がことをすることを何よりの誇りとしている。僕はもし生まれ変わって妻を選べと言われたら、生きとでも君のお母様を選ぶ。 同様に、もしも我が子を選ぶということができるものなら、我々二人は必ず君を選ぶと。で、続いてですね。今、国の存亡として戦う日は来た。君が子供の頃から憧れた帝国海軍の軍人として、この戦争に参加するのは満足であろう。24年という年月は長くはないが、君の今日までの生活はいかなる人にも恥ずかしくない。食える時、えー、ところなき立派な生活である。お母様のこと、かよ、たえ、これ、妹ですね。 のことは必ずえ、僕が引き受けた、お父様の孫らしく、また我々の夫婦の息子らしく戦うことを、えー、期待するということをですね、えー、書いてるんですねで。私はこれ感動しましたね。これがやっぱり当時の日本人の大きな、なお大方の人の大部分のですね、まあ、 一般的な感覚だったんじゃないのかなと思います。軍部に騙されたから戦争に行かされたとかですね。それは戦争終わった後になってからそういうことは言うことできるでしょうけど、戦争が起きた時にはですね、国の一大事に何とかしなくちゃいけないというふうに思ってた意識の方が普通であって、で、それは終わってみて悲惨な戦争だということが分かってから、誰が悪かったんだという話になっていく。まあこれは人間の心理だから仕方ないと思うんですけどその、 人間の心理っていうのはですね、徐々に徐々に変化していくものなのに、その変化の後からですね、先を見て、まるで先の段階からですね、その後の感情があったかのようにね、議論するっていうのが戦後の風潮になってると思うんですけど、そういう議論になってないという点で私は、この本がですね、あの、素晴らしいという本に思っておりました。で、そういうことをね、こういうことを書いておられた、 小泉晋三さんが、実は上皇陛下のですね、教育係を担当されておられたということなんですね。で、その中で福沢幸一の慶応ですからね、提出論とかですね、あるいはですね、イギリスのジョージ5世伝というものを一緒に読まれて、国民と共にある王、皇室のあり方とは何かという帝王学というものを、このご教育されていたということなんですね。 ですからそれは、無視の心で、これ赤石さんの言葉ですよ。無視の心で国民に心を寄せる。その役目を担うのは天皇だけでない。皇室の全ての方のお役目でもあるはずです。ま,あ、まさにその通りで、ここに私は赤石さんと全く敵対するつもりはないですね。その通りだというふうに思います。で、さらにですね、まあこれはあの、朝日新聞の記者の方によれば、上、え、皇、ー、 陛下がです、ねえー、その結婚すする直前まででこ、ねえー、こういういいとをおっっししゃってたらしいですね自分は普通の結婚の幸せを保証してあげられないと。皇太子という特別な立場にあって一番大事なのは、公の義務であって、私ごと指示はその次の問題であるというふうにおっしゃっていたということなんですね。まあ、まさに我々がご皇室に対して思う、抱きですね、尊敬するのはですね、その姿勢がですね、何よりも国民のために尽くしてくださっていると。 いう姿勢が、もう本当にもう言葉の端々から全てにですね、感じるからこそですね、国民は、この天皇陛下に対して、ご皇室に対してですね、敬意を抱いているのではないかなというふうに思います。ただしですね、この後にですね、赤石さんはこんなことを言っています。皇室が国民の考えを理解し、寄り添うのはいい。しかし、肝心なのを理解することによって何が生み出されるのかです。 皇室の人間としての立場や取るべき行動は一般の人たちとは異なります。窮屈な皇室を出て一般の人たちと同じ生活をただ喜んでいるだけでは皇族としての務めは果たせません。これもそ,その通りだなと思いますね。国民が何を考えているのかということを考えることが大事で、寄り添うことも大事だけど、国民と同じになることはできませんよということをおっしゃってて、それはその通りだというふうに思うんですけれども、ただですね、ここからですね、この方がおっしゃっているのはですね、 マコ様の結婚問題が皇室への敬愛や支持を失わせるきっかけとなったのは確かです。ただ、若い世代の皇族方に、そうした皇室教育を行ってきたご両親方や祖父母世代にも責任はあると思っています。皇室制度そのものに、すでに滅びは生じていた。マコ様と小室さんの問題は、画界への引き金を引いたに過ぎない。この次がね、ポイントです。皇室はもはや異質な存在になりつつあると感じます。日本は、 皇室を必要とととしししなないい国へと成熟したのではないでではょうかと言ってるんですよおかしな話だと思いませんかいや、半分ぐらいね、マットのなこと言ってるんですよ。国民と皇族の方々っていうのは国民の、一般の国民とはお立場が違うから、その自分の自身のことを第一にと考えることができない辛いお立場ですよ、ということはある。それは国民もみんな納得してることではないでしょうかね。あの、まあ本当に、 大変だと。例えばそれについてですね、何を言ってるんだと。基本的人権があるんだから、えー、一人、自分一人がですね、好きな人と結婚する。それを邪魔するのは人権侵害だという言い方もできるんだけれども、でもその言い方っていうのはやっぱりそもそも根本からしておかしいのはですね、皇室っていうのは自分でなりたくてなってるわけではなくてですね、生まれて、えー、そういうお立場として生まれてるわけです。で、さらに言うならばですね、基本的人権の最たるものであるですね、例えば選挙権、非選挙権、 というものを、個室の方々は行使することできないんですね。この自民党に一票を入れようとか、ああいう民主党に一票を入れようとか、共産党に一票を入れようとかねで。そんなことできない。あるいはどこから、政党から出ることもできないわけです。それはなぜかと言ったら国民の象徴だからですよ。 で、それはもう、どう考えてみたって、普通の日本国民と比べて、この基本的人権というのはある程度制約されているというのは、これ、お立ちぶ仕方ない立場にあるということですねだ。だからこそこれを解放する必要があるんだというふうに、最近リベラルは言い始めてるんです。昔は、天皇制を廃止しろというふうに共産党をやってたけど、最近はそうやって言わないんですよ。 廃止しろじゃなくて、かわいそうだから解放しろっていうふうな言い方するんですよ。人権がね、もう非常にこう、制約されていて、気の毒だ、かわいそうだ、だから解放してあげなさいという議論をしています。で、これは恐ろしい議論ですよ。えー、結果としてね、なることは同じなんですよ。皇室の存在をなくしたいというふうに考えてるんだけど、説得の仕方がですね、あ俺たち日本国民を搾取しているあ、この天皇家を打倒するぞと言っても誰もついてこない。だから、かわいそうなんだと。 本当に可哀想な人たちなんだと。いや、妥当とかそういった問題じゃないと。彼らのこと考えて好きな人とも結婚できないんだから、本当可哀想でしょという立場からですね、なんかまるでこの皇室という存在自体がですね、えー、人権をね、束縛する悪の存在であるかのようにね、言い募るという、こういう議論の仕方に変えてるんですね。 私昔あの映画も見てて思いましたよ。英国王のスピーチライターっていう映画、皆さんご覧になったことありますかあれスピーチライターについてですね、いろいろ書いてあるんだけれども、じーっとよくよく映画を見てみるとですね、こういう状況になって好きな人とも結婚できないのは、 王室という存在があるからだよというのを言外に匂わせてるね。これもね、やっぱり私から見るとね、とんでもいい映画なんですよね。だからああ、そういうことをこの映画は実はメッセージ性を込めてるんだなというふうにね、私は強く感じましたね。まあ、そういったことにですね、今シフトしてきてるんですよ。人権を侵害してるんだと。こういう言い方なんです。まあ、だからそれに乗っかってはいけないわけですけれども、この方がね、おっしゃってるのはもっと恐ろしいのはですね、 もはや異質な存在だと、皇室は。だから多分その議論に半分乗っかってるわけでしょ。で、さらにね、ここの最後がわけがわからない。日本は皇室を必要としない国へと成熟したのではないでしょうか。そうするとね、未熟で野蛮な国では皇室が必要だけど、成熟した国ではね、皇室がいらないと、こういう議論になってくるわけですよで。天皇陛下のね、今上皇陛下ですけど、おそばにおられた方がね、こんなね、 すっとんきょうな考え方を持ってるっていうのは私はびっくりしますけれどもね。で、その方をね、わざわざね、アエラっていうのをね、記事で出してきて、もう、やっぱり、さも重鎮であるかのね、栄養に出してくるわけですよ、ね。で、皇族についてよく知っているこの方もこうやっておっしゃってます。要するにもう、時代に合ってないですね、と。皇室は。だから、この皇室っていうのは、もう、いらないんじゃないですか。 成熟した国にはいらないんじゃないですかこれ共産党と言ってること,と同じですよ。成熟した段階になったら、皇室ってものを国民が自発的に否定するようになると言ってるわけです。成熟です。だからこれ、進歩主義の匂いがするというふうに言ってるのは、そういうことなんです。私が言ってるのは。 ね、最初に特権階級がどうのこうのとかっていうのも出てくるでしょ特権階級じゃないんですよ、別に皇室っていうのはね。だからそれはね、特権階級に見えるかもしれないですよ。それは生活のためにね、なんかやらなくちゃいけないというところからないかもしれない。だけど、それはね、特権というよりもですね、そのためにですね、大きなね、えー、ご苦労なさっているというのを国民多く知ってるわけですよ。とてつもないね、辛労があるということは知ってるわけです。で、 それをですね、うん、まあ、だから、進歩主義的な観点からすると、もうもはやね、そういうの必要としないぐらい成熟したんですよ、ということを、上皇陛下のご友人である、87歳のお年寄りにね、こういうことを語らせるあたりがね、私は、このアイラという朝日新聞の記事、やらしいなというふうに思ったゆえなんですよ。つまり、私がですね、一番恐れているのは、小室圭氏がですね、強行結婚して、日本国民と、 皇室との間の中体というものがですね、どん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 この、なんか、規薄になっていけばいくほどですね、こういうとんでも議論。要するに、もう皇室の時代は終わったとか、成熟した国民に皇室はいらないとかですね、皇室はいらないとかって、これ要するに天皇はいらないということですよ。要するに、我が国のですね、建国以来のですね、有志以来の歴史を全部野蛮であったと切り捨てて、 で、その後にですね、成熟した我々の国民の時代がようやくやってきたというね、超恐るべき、えー、進歩士官ですよ。こんなものがね、実はこの問題とこう手をね、こう携えながら、しかもね、表で手を携えるんじゃなくてね、後ろで手を携えながらね、こうね、進んできてるということで、私はだからこそですね、この問題について何度も取り上げなくちゃいけないというふうに思ってるんです。ですから国民が考えなくちゃいけないのはですね、これを 皇室批判だとか、天皇批判だとかにつなげるのではなくてですね、やはり、お立場がお立場であるから、きちんと考え直していただきたいという立場でですね、あくまでおられるべきだというふうに思うんですよ。だから、きちんとですね、小室さんはね、まあ、もうちょっと考えた方がよろしいとご自身のお立場をね、で、あの、まあね、あえて言わせていただきたいんですけれどもね、わきまえていただきたいというふうに私は思いますね。やっぱ皇室と、 国民と違いますし、で、国民の中でね、その皇室の方々と、えー、こうそういう関係になられるということはね、とても恐れ多いことなんだという、そういうね、恐れの感覚っていうのがね、ないというのは、私はちょっとね、どうかなというふうに思わずにはいられません。えー、今日ですね、ご紹介させていただきたい本は、あこちらです。え、脱 GHQ 士官の経済学ということで、 田中秀富先生の本なんですね。田中、田中秀富先生はですね、実は私は大学の先輩、学部の先輩なんですけれども、えーまあ、もちろん学部の時はお会いしたことないんですけれども、田中先生は経済学者で、で え、リフレハート、というふうな経済学者として知られております。で、私自身は経済学についての知見が乏しいので、この立場が正しいとか、間違ってるとかいうようなものではないので、そこはですね、私はわからないんですが、先生のご主張ですね、今回のはすごく面白いです。GHQ 士官の経済学。 つまり GHQ の経済学っていうものに、実は今の日本っていうのはまだ囚われてるんだと。えと。どういうことというふうに思います。で、GHQ の経済学っていうのは、これ第一章でよく書いてありますけれども、それは例えばですね、あの、財閥を解体したり、独占禁止法を作ったりですね。 えー、え、過度経済力集中排除法の成立、うん、なんて言ったものがあるわけですけれども、これって GHQ が作ったのって、まあ要するにこれって簡単に言うなら緊縮財政なんですけど、これってどうしてこんなものを作ったのと言った時にですね、え、それは、あの、 ニューディーラーの行った緊縮経済っていうのはですね、別に日本経済を復興するためにやってたんじゃないよという大事な点なんですよ。日本という国を強くしないために始めたものでしょうと。で、その経済政策に実は日本側にもこうした人たちがいると。学者がいると。で、そういった人たちの影響力が未だに日本にも残っているということをですね、主張していて、ああ、なるほどと思いました。 そうかと、経済学の観点から僕は GHQ の占領政策のことを見たことがなかったから、あ、そういう見方もできるんだなというふうに思って、あの、なんか目から鱗というかですね、えー、非常に面白く思いました。あと、プランゲ文庫についても、私もプランゲ文庫って、えー、よく調べるんですけど、ゴードン・プランゲという、えー、人がですねあの、トラトラトラっての書いた人ですけど、これの、プランゲ博士が残したですね、マイクロフィルムがあって、日本の検閲で 膨大なね、検閲をしたものがの全部残ってるんです。で、それをですね、先生も検証されて、それで経済政策、どんなものはね、どんな経済政策を提唱してる人間が、この、検閲の対象になってたのかということをね、調べておられまして、で、例えばですね、戦前の、例えば資本主義批判なんてのはこれはダメだと。 つまり資本主義批判ってなんでダメかって言ったらですね、それは共産主義を擁護していることになるから GHQ としてはけしからんということなんですね。あるいはですね、戦前の資本主義経済といったもの日本が戦前は資本主義経済だったという論考もですね、削除の対象になっている。え、なぜだと。いや、違うんだと。 この東京裁判でですね、占領軍がですね、考えていたのはですね、資本主義経済ではなくて、戦争という目的を目指した経済体制の構築があったというふうに考えていたので、資本主義というふうに、戦前の資本主義だというふうに書いたものも批判されている。 なんていうこともですね、書かれていて、ああ、なるほどと思って、経済の観点から、やっぱりこの GHQ の時代を見てみると、面白いな、というふうに、えー、思いました。勉強になります。で、また、ちょっとそこからはですね、離れてきますけれども、えー、例えばですね、えー、すごいね、あの、これ、多岐にわたってるんですよ。えー、ウイグルの弾圧とかですね、あのー、集団的自衛権とか、えー 学術会議についてまでですね、取り上げられておられてですね、非常に幅広い一冊で、で、なっておりまして、で、あともう一つ、端的に言うとね、文章が分かりやすいですね。えー、さすがだなというふうに思いました。この論考はですね、ぜひ、あの、勉強を狙いますので、おすすめの一冊です。ぜひお読みいただければ幸いです。よろしくお願いします。今後もですね、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。 またですね、この番組を続けていくに際して、ご支援を賜われる方は、秋の振り込み講座よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます。最後に宣伝なんですけれども、えー、私、えー、大体月に1回ですね、講演会やってるんですけど、今月の講演はですね、 これですね、ゴルダメイヤというイスラエルの首相についてですね、第5代首相ですかね、取り上げてみたいというふうに思っていますで。ちょうどね、ここでお話しさせていただきましたけれども、エリザベス女王を支えてきた。でじゃあ、ゴルダメイヤはですね、ご家族どうだったの実はね、彼女ね、ほんと大変な苦労してるんですね。やっぱ、あの、なんだと女性がね、家庭のことも顧みないで、そんな政治のことばっかりやって、 でもね、えー、いうふうに批判されてるんですよ。だからそういう葛藤ねの乗り越えながらも、イスラエルの建国をやってですね、そして首相としてイスラエルを引っ張ってったという、まあ本当にね、鉄の女サッチャーの前にいた鉄の女なんですね。だからこのゴルダメイヤというこの方ですね、社会主義者なんですけれども。 取り上げてみたいというふうに思います。これ結構ね、暑くてね、その日まで読めるかなというふうに思ってね、大変なんですけれども、頑張ってみたいというふうに思っておりますのでえ、ぜひですね、ご参加いただけたらというふうに思います。えっと、下のところにですね、リンクを貼っておきたいと思います。またですね、メンバーシップの中でですね、マスター、グランドマスターの方にはですね、YouTube でそのまま 配信されますので、ぜひですね、えー、ご覧いただきたいと思います、えー。その当日、その日、その場所にいなくてもですね、オンラインでやりますけど、一週間ぐらいですね、撮っておきますので、えー、その間にですね、ご覧いただけたらというふうに思います。二時間ぐらいですね、公、えー、演する予定になってます。結構ね、楽しいので、えー、ゴルダーメイヤー、私もあのなかなかあのウキウキしながら読んでるんですけど、イスラエル建国ってね、やっぱりすごいですよ。このね、 ナチスから迫害された中においてね、やっぱりね、ナショナルホームっていうものがなければ、自分たちってのは生き残っていけないんだというね、その、なんていうのかな、ファイティングスピリットっていうかですね、その、貧しくても、どれだけ歯を食いしばっても、私たちは祖国を作らなくちゃいけないというね、このね、純粋なね、愛国心にやっぱり胸打たれるものはありますね。これはね、社会主義だとかね、資本主義だとかの世界じゃないんですよ。やっぱ愛国者なんですよね。つまり、自分たちの国は絶対作らなくちゃいけないんだという、この強い信念。 ここにね、私はイスラエルっていう国がね、ある、まあ不思議をですね、20世紀の奇跡だと思うんですけれども、国家を復興させたわけですよ。あこれはね、なかなかできることじゃないというふうに思っていて、私はイスラエル、すごく注目してるんですけど、そんな中での女性の首相ということでですね、ゴルダメイヤ取り上げたいと思っておりますので、ぜひ皆さんですね、この、 聞いたことありますかゴルダメイヤーって。結構ね、聞くとね、え、知らないと、ういう方が多くて、なんか日本のね、政界の中で、なんか無視されてるように思うんですよ。要するに、女性政治家とかね、女性活躍っていうんだろうね。ゴルダメイヤーを見なくちゃおかしいだろうと。だって西側諸国の中で、初めて、あの、女性で、 この首相になったのはゴルドメイヤですよ。サッチャーさんより前ですからね。だからそういうのをね、無視してね、何を言ってるんだと。女性の社会進出でそれはね、全員がね、なんか愚かなね、フェミニストみたいなね、言うことを言う,うのはやめてくれよと。<う>ゴルドメイヤみたいにね、こう立派に戦ってきた人いるし、サッチャーさんみたいな人っているんだと。 何でもかんでもですね、こう、フェミニスト、フェミニストという感じではなくてですね、もちろんですね、女性の権利のために戦ってますよ。そういう意味において、私はフェミニズムっていうのは全部悪いって言うつもりはないですよ。だけど、それだけ言ってるんじゃなくてですね、何を言ってるのかっていうのが大事だと私は思うんですね。で、その中で国家をですね、どうやって引っ張っていくかということに一生懸命やってきたゴールドメイヤー。ぜひですね、皆さんと一緒に勉強したいと思いますので、えー、単発でもですね、講演をお聞きいただけますので、ぜひご登録いただけたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。